すごい緩衝材の段ボールの破片なんだ。エコですね。OK。レディオアクティブっていうのがちょっと蛍光っぽい緑黄色っぽい感じで、プラチナムがグレー、これがピーチブラッシュっていう、まあピーチよりピンクな感じで、これがパープル紫、ファンがベージュっぽい茶色っぽい、ベージュっぽい茶色って感じかな。エッチで買いました。さあ楽しみ。どれを染めるかというと、これ4、5年前に買ったユニクロメリノウール、これね、ほんのりピンク味のあるベージュっていうのかな、ね、すっごい大好きな大好きな色味なんだけれど、大事に大事に着てたんだけどね、やっぱりあの汚し屋さんがいたりするからね、こうやって脇にポチ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 って見える見えるね、こういうの。でも洗っても取れないからね、こういうのが、これ、悲しいというわけで染めます。業務用みたいな、ホワイトビネガーっていう、なんか掃除とかで使うようなお酢を、こんなもの塗れたらいいかな、食品でいいかな。はい、じゃあここにこの人たちをつけます。ちょばっとちょばっとこんな感じで、しばし、これからします。粉だから吸い込まないようにマスク。これが後ろ前ですよ。やってみよう、ね、やってみちゃおう、やってみちゃいます。私のゴミは地球のゴミになる、そんな気がして、できれば買っては捨てるを極力避けたい。 100% エコに生きるのは難しいけれど、バランスよく好きなものを大切に長く使う、これならできる。工夫も楽しんで、世界に一つだけが出来上がると、とってもスペシャルに感じて、ますます大切にしたくなるんです。で、色が混ざらないように、これで、じゃあいくよ、こんな感じ。紫いきます。こっちにしよう、紫。綺麗だね、なんかとっても綺麗。レディオアクティブって歌ったよね、なんかね、見てない、見えない。 OK、 レディオアクティブ、ほら、こんな色でございます。大好きなんです、私この紫と緑のコンビネーション。よし、レディオアクティブ終わり。じゃあ次はプラチナム、グレーです。グレー、
このブラウン、ブラウンカラーをちょっとだけ、ちょっとだけ、ピーチに、ピーチカラーにこうなんか馴染む感じで、このまま。結婚して渡英した翌月、ここジャズカフェで旦那さんがキーボードを務めるジャミロクワイのコンサートがありました。あれから17年、まさか旦那さんが単独でコンサートを同じ場所でできるとは思いもよりませんでした。行きます。We are